学びの旅大阪編というテーマでお話していきたいと思います。このチャンネルではですね、ソロ版学習やプログラミング学習を通して数字を利用してですね、お子様の能力開発に役立つような内容を話していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、今回はですね、大阪に行ってきました。ちょっと学びの旅ということで、8月の23から25ですね、2泊3日で行ってきたんですけど、まずURC2019 ですね、ユニバーサルロボティクスチャレンジ2019、小中学生のプログラミング大会、ロボコン大会ですね、そちらにうちの生徒たちも2チーム、参加しましたので、大阪大学の吹田キャンパスで開催されたんですけど、見に行ってきました。結論から、結果から言うと、なかなかやっぱり世界の壁、全国の壁はきつかったのかなという、非常に高かったですね、レベル。うちの生徒でも14位と、あとは20何位というようなちょっと状況で、なかなか壁の高さを感じました。まあ、ただ、また3年連続、もう一回出るんだとかですね、非常に生徒はモチベーションが上がってたので、まあ、ポイントは、当日発表されるスペシャルミッションですね、当日まではわからないミッションが仕組まれてるんですね。非常に小さい的を2つ落とす、これが対外勝利の、スコアのポイントになってきたのかなというところでしたね。まあ、それ以外にですね、ゴリ先生一番感じたのは国際大会だったんですね。今回は、台湾、香港、あとオーストラリア、あと韓国とかですね、アジア中心ではあるんですけども、参加して国際大会やってました。そこですごく感じたのが、非常に国際大会いいなと思ったんですけども、今国同士でですね、いろいろと、まあ、いろんな問題というか揉め事とかも起こってるんですけども、実際子どもたち感覚、小中学生レベルでは一切そんな大人のいざこざっていうのは全く関係ないんだな、気にしてないんだなっていうのをすごく感じました。オーストラリアチームがお土産を持ってきてくれたんですね。鉛筆にちょっとこんなコアラのぬいぐるみがくっついてるようなすごく素敵なお土産を選手間で渡していただいてたっていうのを見たりとかですね、非常に選手同士で交流してるのを見ると、もう一切あとは韓国の選手団のチームがアイデア賞なんか取ってましたし、子供レベルでは全然そういうような国のいざこざっていうのは全く気にしてないというか、当然全く関係ないんだなという、すぐ仲良くなれるんだなというのは感じました。それを見てて、やっぱりこういうような文化交流ですよね。まあ国同士いろんな経済観の問題があるんで、それはそれで、まあ、政治家の人たち任して、文化、こういうような文化交流をしてしまえば、非常にそういうものは全く問題なくて、いろいろと今後、子どもたちの将来にはつながっていくんだなというのを感じました。それがまあ5時ぐらいまで大阪大学でやってて、その後新大阪の方に移動してですね、今度は全国珠算連盟の方で、競技選手を育てるということで合宿を開かれてましたんで、そちらの方に寄ったんですね。で、まあこちらうちの選手も一人、ソロ版学習の方の選手も一人参加してましたんで、顔を出させていただきました。まあ先ほど、ロボコン大会では数字を論理的にこう制御する、扱うんですけども、ここ、ソロ版学習、暗算学習の方で、まあゴリ先生が参加した時には読み上げ算の練習をやってたんですかね。それを見てた時に、瞬発的な、もうすごい瞬発的な処理能力、スピードの処理能力っていうのを、その数字を瞬発的に処理していく、スピードで処理していくっていう能力がこちらの方は必要なんだなというのを見てて、プログラミングで数字を論理的に扱って、ソロ版学習で、瞬発的なスピードの処理をする。これ両方学習セットにすると、すごく子供の脳にはですね、ものすごく多分いい効果が出るんだろうなというのを、感じた瞬間ですね。まあそんなに、こちらの合宿にはまあ1時間もちょっといるかいないかぐらいだったんですけど、で、翌日ですね。翌日は、キッズプラザ大阪という、カンテレさんのビルの中に入ってるんですかね。キッズプラザ大阪に寄りました。で、3階のブースに寄ったんですね。これはアニメーションを子供たちがタッチペンで書いて動かせるっていうブースだったんですけども、なんで寄ったかというと、ゴリ先生がよく使ってるキューベのソフトの、キューベは9コマあるんでキューベなんですけども、それの1コマ版ですね。子供たちがすぐ簡単にできるような1コマ版っ
ていうブースがあったんで寄らさせていただきました。まあなぜ寄ったかというと、ゴリ先生この後宇都宮で落書き教室っていうのを開きたいんですよね。子供たちすごく絵が好きなんです。絶対的に絵が好きなんです。まあそれを教科書に書いてしまったりっていうのもあるんですけども、まあそれぐらいすごく絵の能力って高いんですよね。でプログラミングとか学習してて、でソロ版学習をしてて、ソロ版の教科書になんかも結構落書きをするちっちゃい子たちいるんですけど、それを見ててひらめいたのはですね、まあ自分の経験則もそうなんですけど、ある程度ソフトを使いこなせてくるようになると自分のオリジナルの素材って欲しくなるんですよね。それがキャラクターであったり、まあ動物であったり飛行機でも戦車でも構わないんですけども、そういうものを必ず描きたくなるんです。その時にこのソフトというか、まあ、キューベというか、こういうようなアニメーションを、作れるようなソフトっていうのはすごく生きてくるんだろうなというので、ちょっと見学させていただきました。で最後はもう全然余談なんですけども、大阪で泊まりまして、非常に大阪食文化、もうものすごく美味しかったです。料理なんかもで、まあ4400円合計、これ一人です。ゴリ先生一人で、これぐらい食べれました。飲み食い、暴飲暴食してしまったんですけど、まあそれぐらい素晴らしい大阪の街でした。今回ですね、ゴリ先生学びの旅大阪編、最高非常に身になる2泊3日でした。ぜひですね、またこのチャンネル高評価とですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。